真ん中水曜日夜7時になりました。ユーストリーム八六げ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリーとはちみつロケットです。よろしくお願いします。ユーストリーム八六げて、はい、今夜も私たち八六げにお付き合いください。さあ、かのんちゃんタイトルコールお願いします。はい、じゃあみんなで行きましょう。はちみつロケットの8時まで八六げドーン。今日のお昼はコロッケカレーを食べてきました。八八堂 MC の森山と、はい、先週に引き続き同じ MC の、そして同じコロッケカレーを食べてきました、塚本そらです。仲良し、イエーイ、イエーイ、よろしくお願いします。さあ、今夜、あ、すいません、その前にガヤの皆さん、あ、ごめん、忘れてた。キャラが薄いな、みんな。ちょっと、そうね、ごめん、二人だけの世界になっちゃった。それではガヤの皆さん、挨拶どうぞ。はい、照り焼き丼を食べてきました。イエーイ、美味しかったね。うん、ガヤ一番、自分の名前一番のミユです。よろしくお願いします。イエーイ、ミユちゃんが食べてる時に吹き込んでダメだから。そうやな、ね。はい、エビチリと照り焼きとカレーとパンを食べました。めっちゃ食べんじゃん。バリアな、アメミヤです。アメミヤカノンです。よろしくお願いします。おー、イエーイ、おかわりおばさん。美味しかった、美味しかったね、うん、はい、ガイア3番、え、キミノは、うん、エビチリ丼一回考えた。エビチリ丼と照り焼き丼と何だよ。エビチリカレーとパンを食べてきました。キミノマイカです。よろしくお願いします。私もパンからの、カツカツじゃない、コロッケカレーからのエビチリ丼からのデジャブですね。あのスノーボールクッキー食べました。あ、照り焼きも食べました、間にめっちゃ食べてる。まだ来ました。第4番、花山翔でございます。さすが食いしん坊番長ですね。はい、ガヤ5番、朝ごはんはご飯とお味噌汁でした。ハリマレードです。よろしくお願いします。昼ロコモコ丼食べたこと黙ってる。そうだよ、ロコモコ丼食べたらハリマしかいなかったんだよ。そうだよ、美味しそうに迷ってたのに。はい、そうですね、はい、はい、はい、ありがとうございました。今夜私たちはですね、この後スカパー音楽祭へ出演させていただけるということで、その準備のため生配信ではないのですが、本当に今さっき撮ったばかりの、はい、あれなんです、生配信というつもりでね、はい、いつも通り1時間、はい、お届けさせていただきます。はい、そして本日水曜日ということですね、はい、メジャーデビューから1週間経つわけですよ。そうだ ね、はい、1週間経ったということは、はい、そうなんですよ。はじろげのデビューシングルとセカンドシングルのウィークリーランキングが発表になりました。おー、すごい。じゃあね、それではオリコンウィークリーランキングの発表をセンターのカノンちゃんお願いします。お前じゃねえわ、おかしいな。はい、発表をしていきたいと思います。お、はい、まずね、セカンドシングル、おかしな私たちみつの君の方から、はい、今ドラムロールカモン、いきまーす。ダカ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 ダダ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 じゃん、いい20位おすごいよ、最近30に入れた、ね、素晴らしいな、すごいんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。そしてですね、ファーストシングル、はちみつロケット黄金の7人の方はですね、みゆちゃんドラムロール、はい、ダーン、登場式、じゃん、9位大丈夫です。ありがとうございます。2人じゃない私。まあね、皆さん、本当にリリースイベントたくさん来てくださって、皆さんがこうやってね、たくさん支えてくださったおかげで取れた順位なのでね、これからもはちみつロケットよろしくお願いします。本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。もういやーさ、2作同時に出して、うんね、はい、9位入る、9位と20位、ね、すごいね、すごいね、じゃあね、
ね。それでは改めて3ヶ月に及んだリリースイベントのランキングのね、と結果を受けての一人一人のちょっと感想をね、はい、見てみたいと思います。じゃあハリマ、はい、マイク、カメラ、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと今ね、ちょっと9位と20位っていうのを聞いてちょっと呼吸が荒くなってきちゃって。呼吸が荒くなってきちゃって呼吸が荒くないよ、僕がだからちょっと。やっぱりあの長いようで短かった3ヶ月間、ロケッタの皆さんと歩んできて、やっぱりハリマレーナはすごくあなたたちのおかげで成長できました。本当にありがとうございました。やばいやばい、顔がさ、クレーム、ね、収まってないからね。フレームアウト、こういうのもいいよね、やっぱフレームアウトした方がさ、やっぱね、あれだよね、枠からはみ出していかないといけないもんね。そうだね、やっぱり枠を張り抜けない。そうだね、仕掛けはね、枠なんて基本系なんだよ。そうだよ、話がずれちゃいましたけど、早かったすぎんの、時が過ぎの早かった、早かった、なるほどね、確かに。じゃあみふちゃん行こうかな。はい、私はですね、この3ヶ月間でね、もういろいろなことをさせていただいたんですけど、私アイドルをやっていく中でやっぱりアニメ好きとしては、アニメのタイアップをさせてもらいたいなとか、声優さんと一緒にお仕事をしてみたいなとか思ってたんですよ。そしたらいきなりデビューと同時発売のセカンドシングルでアニメとタイアップさせ、おかしな、あー、うー、駄菓子2とタイアップさせていただけて、うん、この前ね、はちみつロケットオハスタに出させていただいたんですけど、うん、今オハスタのオハスタあれなんですよ、花江さんがやってらっしゃるんですよ。だから、ね、そう、はい、だからもうデビューしたてなのに一つ願いが叶ってしまって、またこれもアニオタ、アニメ好きの話なんですけど、うん、なんか坂口、声優の坂口さんみたいだなって思いつつ、はい、予選だっけ、やれないように、これからももっと頑張りまーす。頑張りなさい。ゆうちゃんの一つの話をまとめるそうですね。はい、頑張れてたな。でもやっぱり、駄菓子のタイアップすごかったもんね。一番喜んでたから。ゆうちゃんのテンションの上がりが。上がりがすごいよね。きみちゃん行こうかな。はい、ねー、おー、ほんとさ、ほんとさ、負けない、負けない、いいね、やだきみちゃん、負けない。はい、どっちも寒いですけどね。はい、やっぱり、リリースイベント3ヶ月間のリリースイベントをみんなでやっぱり最終日に来れなかった方とかもいると思うんですけど、一緒に完走できたことが本当に嬉しいです。やっぱりメンバーが全員でこうやってね、最終日揃ってできたことが何より、ね、健康第一だし良かったと本当に良かったわ、本当に本当に良かったです。はい、モリリンに嫌味を言われないで済みました。みんな本当にみんな良かった、よく頑張ると思います。はい、頑張りました。これからも、ぜひロケッターの皆さんついてくれ、ついてきてください。大事なところだから、もう一回やっとこう。はい、ロケッターの皆さんも、これからもぜひついてきてください。さい、じゃあ最後ちゃんとまとめたね。お、はい、じゃあ次はしんちゃおうかな。お、はい、つかちゃん、そろちゃん、いっちゃおう。はい、皆さん、そうですね、この3ヶ月間というおよそ本当に長いようでいやもう行っちゃってるからね、3ヶ月本当に長いようで短かった3ヶ月間で、本当に3月7日が来るのはね、もう本当にもう何年後なんだと思うくらい本当に私の中では遠い日だったんですけど、遠いあの頃だったんですけど、短かったんじゃないの。最初はね、12月1日にデビューの日を聞いた時はあと3ヶ月もあるのかって思ったんですよ、めっちゃ。でも、そう、でも実際本当に頑張って頑張ってね、こうリリースイベントを重ねていくうちに本当に早かったなと思って、もうそれはやっぱ皆さん楽しかったから、私的に本当にみんな楽しかったから、だからやっぱり皆さん本当に私をね、こうやって楽しませてくれて、そして皆さんも楽しそうに、楽しそうに楽しそうにしてくれて、本当にそのね、皆さんの笑顔を見れて本当に良かったと思います。これからも皆さん共にね、頑張って進んでいきましょう。ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。サトミン大丈夫？サトミンって呼んでくれる、優しい。サトミン
じゃあ次行きたいと思います。はい、はい、はい、長かったようで短かった3ヶ月。みんなそれからしたんだよ。本当に短かったのよ、私の中で。ほんと1ヶ月ぐらいの気持ちで、まあ、まあ、土日だったからね、まあ、最初はね、12月1日に発表されて、その自分たちの CD ができるっていうのが、そのあんまりね、なんか想像できなかったりとか、すごいなんか夢のような話だったので、すごいどうなるんだろうとか、どんな感じのアイドルを目指していくんだろうとかいろいろ考えたんですけど、私でも本当にすごいなんか、どんどんリリースイベント重ねることによって、ロケッターと私たちの絆だったりとか、そのスタッフさんね、蜂のスタッフの皆さんとかね、すごいみんなで仲良くなっちゃって、そう、毎回毎回現場がすごく楽しかったです。はい、楽しかったです。はい、そしてオリコンウィークリーランキング、そしてデイリーランキング、すごく素敵な順位をいただきました。本当に皆さんのおかげだと私は思っています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあね、これからもやっぱここが基準になるって言われたので、やっぱこれからももっともっと上を目指してです、ね、やっぱ天下取っちゃおうと、お私は思います。これからも、いいぞいいぞ、これからも私にみんなついてこいよ。なんでだよ。ごめんごめん、なんで。ほんと次インフレじゃかかったらみんな許さないからね。ありがとうございました。ありがとうございました。ほんと許さないからね、ほんとに。健康第一おばさんだから。そうだね、健康第一大事だよね、ほんとに。そうね、次じゃあ炭水化物いこう。オッケー、私炭水化物。はい、皆さん、長いようで短かった3ヶ月間ありがとうございます。いやでもね、長いより短い、そして何よりも濃かった3ヶ月間で、とにかく本当にあの日々が一瞬のように過ぎていってしまって、なんかこんなに濃いね3ヶ月間があるんだろうかってくらい、もう日に日になんか八ロケで過ごす時間も増えていったし、それになんかもうなんか自分たちが今までしたことなかったようなお仕事とかもさせていただけて、なんかすごくメジャーを実感した日々でした。ひょちゃんの胃袋が膨らんで、そう、どんどん膨らんで顔もまん丸になっちゃって、どうでもいいんだよその話は。でもそう、日に日にねビッグになっちゃうんですけど、でもね、その顔もビッグになっていくとともに、もう本当に八ロケもビッグになっていったらいいなと思います。ね、待って、まともなこと言えなくなっちゃったじゃん。でも本当に皆さんのおかげで 9位と20位っていうね、素敵な順位をいただいたので、これから私たちができることはみんなライブで楽しんでもらうってことなので、これからもね毎回を更新していけるように頑張りたいと思うので、皆さんこれからも私たちについてきてくださいね。さすが、会話が出てきそうになったから必死に隠しちゃった。でも皆さん本当にありがとうございます。これからもロケッターとして過ごしていきましょう。ありがとうございます。やっぱ29歳で違うな。違うね、リゼットさん、ね、生きてる感じが違うからさ。いや、びっくり、否定してほしい。ごめん、いや、ちょっとね、まとまりのなあれになっちゃったから、最後ドカンと締めちゃってくださいよ。いいだ、お願いします。はーい、しっかりして。はい、長いようで短かった3ヶ月間、皆さん本当にありがとうございました。この3ヶ月間で、あのたくさんの人に出会えたなっていうのをすごい思ってて、私の今年の目標、たくさんの人に出会うことだったんですけど、なんかこう八ロケをこう見て好きになってくれる人にたくさん出会えて、でこれまでもずっと応援してきてくれるみんなも、すごいこの3ヶ月間が今までで一番楽しそうだったんですよ。私はそれがすごく嬉しくって、なんか特典会でもすごい、もうこのリリーベがすごい楽しかったよって言ってくれて本当に嬉しかったので、もう次はね、もっとそれをどんどん塗り替えていくような楽しいライブをしていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。うわすごい、さすがにやっぱハリマとは違うわ。違うね、センターは譲らない。あれ、おかしいの、譲りませんと。ね、今こんな感じで気持ちも新たに、また次のステップに向け、スタートを切った私たちですが、はい、そんな私たちの情報をね、やっぱたっぷりお伝えしたいと思います。それでは告知当番、しょうちゃんお願いします。はーい、炭水化物、はい、行きます。花山しょうがはちみつロケットの最新の情報をお伝えしちゃうコーナーです。イエーイ。まずはこちら、
ね、もうね、あれですよ、はちみつロケットのね、もう皆さん登録しましたか？したよー、した、もう無料で、がやっとしたよ。あ、本当に？よかった、もう進化じゃん。うん、無料で会員登録するだけで、はちみつロケットの最新情報がじゃんじゃかね、伝え、じゃんじゃか教えてくれる情報サイト、その名もはちロケ情報情報センター。イエーイ、はちロケやったよ。これは無料だし簡単だし、何よりもスペシャル動画が届いちゃうっていう、もうその素晴らしいサイトなんですよ。皆さんこれに登録してないって方もね、今からでも遅くありません。ぜひこの QR コードからピッて言ってもらえばピッて登録できるんで。はい、ちょっと待ってない。推しはあゆみやかのんでよろしくお願いします。あゆみのお願いします。いやいやいや、今一番近くで映ってる私ですよ。何も違うじゃん、箱押しもあるから、ね、じゃあまあ恒例のスクショタイムということで、ちょっとハリマが見切れハリマなんだけど、見切れハリマ戻ってください。スクショタイム撮れてるかな。みんなピッてしてね、ピッて、ピッて撮れてるかな。 OK 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 ですね。はい、スクショできましたか？はい、これをね、これを SNS で拡散してもらって、ロケッター、はい、そして会員をどんどん増やしていきたいと思います。みんな何笑ってんの？何笑ってんの？君の笑い方がおかしい。ちょっとダメだ。アイドルじゃない。もう私が告知してる間に何やってるんですか？やっぱしおちゃんさ、ねえねえ、ちょっと撮った？ねえ、うるさい。アップきついよね、やっぱり。ごめんね。じゃあもっとね、私は今ちゃんとしたことを言いたいんですよ。そうね、ね、今夜はさ、何があるか分かってます？何分かってます？教えてあげるよ。今夜はね、スカパー音楽祭2018にハチミツロケットが出ちゃいます。もうね、テレビの前でしおちゃん大画面で見れると。そうだよ、ビッグなしおちゃんが見えちゃうよ。もうね、このね、超豪華なアーティストさんと一緒に私たちがね出れるなんて本当にすんばらしいことじゃないですか。もうね、夢みたいなんですよ。だけど夢じゃないんですこれは。みんな絶好調だな今日。皆さん、はちみつロケットは8時から8時半頃からの登場なので、皆さんテレビの前で私のこと待っててね。おなんで何も言ってこないの。私ふーって言葉を待ってた。見なきゃ、ね、ぜひぜひ見てください。はい、そしてまだそしてまだあるんですよ、こちら。おこちらです。あ、こっちです。HMV さんとハチロケのメジャーデビュー記念イベント、イエーイ。これはですね、あの CD を3月中に買ってくださった方、HMV の近くの店舗でね、お店で買ってくださった方に、このハチミツロケット黄金の7人、またはお菓子の私とハチミツの君を購入してくださった方に、ハチミツロケットのシークレットライブが当たっちゃう、ハガキがハガキがもらえるんですよ。そう、透明版でやらせていただくそうなんです。あ、ちゃんと言いますね。見て、ほら、5月12日、モリリンの誕生日は大阪です。おー、ちゃんとみんな何々祝ってくれちゃったりする？どうかな、はい、ちょっと私映してくるね。次はね、5月13日、モリリンの誕生日翌日、名古屋です。はい、はい、素敵ですね。で、5月19日東京でやっちゃいます。もうね、これはもうね、当たった方にしか何どこでやるかも何をするかも分かんないし教えないし、もういつもとね、リリーベットは違うような、違うのよ、ちょっと違うようなライブしちゃうと思うんで、皆さん1枚買うだけで、そうですよ、どちらかどちらか、ぜひ皆さんお近くの HMV さんで購入お願いします。お願いします。でもね、その前にはまだたくさんイベントがあるんですよ。そうなんですよ、まだまだありますよ。そうですね、次それですね、まずはあれですね、24日、滋賀アイドルコレクションスプリング2018、これにはね、はちみつロケット出演させていただくんですけど、滋賀といえば琵琶湖、琵琶湖といえば日本一ってことで、はちみつロケットも日本一のパフォーマンスしちゃいます。おーい、六花ジャポニカさんも出ます。そうなんです、一部のね、鳥がハチミツロケットで、二部が六花ジャポニカということで、皆さん最高の締めになるんじゃない。もう素晴らしく楽しみましょうね、琵琶湖いいですね。はい、そして違う、その次の日には、あ、はい、あれもありますよね、はい、マックスさん、三重でね、あの CBC テレビので、花坂タイムズさんでもやるので、そちらもぜひね、遠征なんですけど、ぜひ、ね、ご当地フェスだから食べ物いっぱい、マックス、うまいもんマックスなんで、皆さんお腹開けといてね。はい、隣が長島スパーランドだから、そうだって、あ、それもいいですね。はい、そして最後にもう一つ、4月目は何、劇団ハチロケ始動、おー、どんな舞台になるのかはね、私もう今から楽しみにしててください。私たちもすごい楽しみなんで、はい、詳細とかはね、今後のハチハチドンでも
ちょっとちょっとずつ、そうですね、お伝えしていくと思うので、88度も皆さん見逃さないでね。はい、はい、というわけで以上花山翔がお伝えする告知コーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。さい、はい、今しほちゃんからもね、だいぶ前に告知があったように、八六はこの後スカパー音楽祭2018に出させていただきます。うん、そこで、まあね、せっかくの生放送たくさん応援してくださってるロケットの皆さんに向けて、本番中にね、はい、何かできたらなって私は思うんですよ。確かに、ね、例えば全員揃ってウィンクをするとか、うん、なんかわかる、あのロケット、これを見てくださる方にだけわかる、なんかあれがあったら、隠れ日記みたいな、そうそう、なんかあるじゃないですか、てかさ、よくなんかジップみたいなあるじゃないですかね、そういう感じのね、なんかフジテレビみたいなね、そうなんだ、そうだ、いいじゃないですかって思って私ということで、いきなりなんですがこんなコーナーやっちゃいたいと思います。はい、森山のスカパーより愛を込めて。おお、待って、え、モリリンのコーナー始めちゃうの？いや、こっちに、てかまだ誰のコーナーもやってないけど、黙らっしゃい、黙らっしゃい。ロケッターの皆さん、テレビが、テレビの画面を通しても私たちとね、あのロケターの絆は、まあ、深いじゃないですか。そうよ。でもそれを感じてもらいたいわけですよ。やっぱね、ハリマと違って私は自分が前に出るためにそのコーナーをやってるわけじゃないんですよ。そう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 。全ては八ロケとロケッターのためなんですよ。そうなんです、私も同感です。だからね、塚本空のマジでおまじないと、あれもね、ロケッターの皆さんのために本当に何日何時間もかけて本当に準備しております。あなたは違いまーす。まあね、とにかくですね、生放送中に私たちがロケッターの皆さんに送るサインっていうのをみんなで考えたいんですけど、どうします？はい、何よ、下渡すと S、 それ昨日さ、森光さんが言ってたの丸かぶりしてんじゃん。しかも私が言ったんだよ、 S って。下渡すと、なんかこう、私たちスターダストアピールしていかなきゃって。そうそう、非公式ポーズ考えたんです。そう、でもそれ森光さん、あれ逆だけ、嘘、スターダストちゃん、確かに、うん、そんなね、あの、うん、他の人にバレたくないもん。そうね、そうだね、やっぱ隠れてるくらいがちょうどいいよね。何をやるかもさ、みんなに内緒にしておく。あ、それもいいよね。なんか見てもらいたい。その時何かするでしょ、みたいな、うん、見てのお楽しみ。じゃあそれでいいですか。はい、じゃあ来週さ、なんか分かりましたかって聞こうか。あ、でそれでいいよね。じゃあね、じゃあね、じゃあロケッターへの、あの皆さんのサインは、最後のポーズで何かをするという、はい、はい、最後のポーズで、まあ、何をするかは言わない、言わない、見ないとわからない、だからみんな見てほしい。 S で何だったでしょうかって聞くから、ちゃんと見せなきゃダメだ。ダメだよ、ダメだよ、じゃないと森に怒っちゃうからね。あー、怖い、それは怖い。曲の、はい、曲のね、うん、あの、はい、黄金の七人歌うんですけど、はい、曲の最後のね、じゃーってみんなが決めポーズしてるところで、はい、何かやりたいと思いますので、皆さんぜひスカパー音楽祭2018見てください。サイン、以上、森山のスカパーより愛を込めてでした。わー、イエーイ。さあね、そんな私たち八ロケですが、お、八八のいつものみんなのコーナーを4つ合体させて、大きな舞台となるスカパー音楽祭を大成功させたいと思います。おー、教えて教えて。はい、そうですね、みんな知りたい、そんなに知りたい、知りたい、見ればわかるよ。できんの、あんた、そんなんで、そんなできる、おまじないもん、生半可と気持ちでやっちゃっていけんの。できますよ、それではどんどんいっちゃいますからね。はい、はい、はい、まずはね、じゃあミフちゃんのミフペディア、はい、緊張しない方法を教えてください。緊張しない方法ですね、はい、まず皆さん緊張するとやっぱり心拍数が上がってしまいますよね。だから緊張する前にあらかじめ心拍数を上げておけばいいんです。ということで皆さん、キッズ
はい、はい、10秒間みんなで駆け足、せーの、1、2、3、ちょっと待って、本当にだよこれ、6、7、8、9、10、カンカンカーン、こうやって心拍数を上げておいちゃえばいいんです。これ本番緊張してないわ。息切れした。でもバクバクしておけばいいじゃないですか。でもさ息切れしちゃうよね本番。確かに。大丈夫よ。まあでもゆいちゃん、ゆいちゃんさ、あるから力。そうね、すごい。でもいいじゃない、結構やっぱ結構弱いと思う。ゆいちゃんの素の経験だからさ。そうそれでは続いては、きみちゃんの無茶ぶり直ピンク、はい、スカパ音楽祭に出演する、そんなアイドルにも負けない、振り向きざまの笑顔を見せてください。はい、どんなアイドルにも負けないですね。そうですね。はい、じゃあこれはやっぱり今日みんな出演するわけですから、みんなやりましょう。おお、もちろんあのきみののコーナーなんで、あの鳥はきみので、はい、じゃあ誰からいきます。じゃあちょっとさ、やっぱさい、どんどんどん上がっていきたいから、やっぱちょっと待って、かのんちゃんの後はつらい。いやでもきみのりきみのりきみのり、最初最初最後じゃない、やっぱり。待って、すごい一番さ低いみたいなことをさ。じゃあさりげなく、じゃあ自分たちでちょっと低いと思った順からちょっと挙手制でいこう。はい、一番最初に行った方がいいかな。大変じゃない。はい、一番。じゃあババ行きます。おお、年齢順にしよう。自分から言っちゃったけど。おお、もういいよ。じゃあそうしよう、年齢順から行こう。年齢順。じゃあ、のんちゃんの振り向きざまの笑顔。あー、かわいい、かわいい、あるのかわいい。やばい、超えられねえぞ、これを。だいぶ高いの来ちゃったね。え、大丈夫？ちょっと、29歳いける？29歳、ワンクッションで。じゃあ、しほちゃんの振り向きざまの笑顔、どうぞ。ね、音楽祭、ね、やっぱりキミちゃんではダメだったから、やっぱあのアメミヤさん、カノンちゃんに、ね、じゃあ、駆け込みアマさん寺のコーナーから、カノンちゃんにお言葉を頂戴したいと思います。はい、カノンちゃん、じゃあ皆さん心して聞いてください。今日スカパ音楽祭を成功させるための私たちの目標、ででん、一心同体。おー、これはやっぱりこう7人で一つ、そして見てくれるロケットのみんなで一つになって成功させたいと思います。みんな心は一つだからね。はーい、いいね。でもやっぱさ、ちょっと一心同体って言われちゃってさ、ちょっといいわいいわって来ちゃってる普通に、うん、でもやっぱこれ上げていかないといけない。やっぱ私たちフレッシュだから。そうね、やっぱこれ盛り上げたい。どうする、どうする、どうする。いや、もちろん最後は塚本さんのマジでおマジナイトでしょう。イエイ。おい、大丈夫かな。拍手。何時間考えた。私も本当に昨日の夜は考えず、今から考えます。正直信じてます。はい、それではスカッパ音楽祭を
鉢置きが成功で終えるおまじないを今から教えてあげるからね。はい、はい、みんなやってください。ダメ、考えくないよ。ちょっとしっかりしてよ。じゃあいきゃん、まずお手本見せるから。はい、せーの、スカパスカパパラデスパラデス、スカパスカパパラダイス。かわいい、かわいい、みんなありがとう。オッケーオッケー。あれ、ちょっと、なんで、かわいいじゃん。今回は分かりやすい。いや、最近なんかこれ多くないの。こっちが、いや、かわいいよね。じゃあちょっとみんなでやってみましょう。はい、じゃあ、3、はい、5、6、3、8。スカパスカパパーダイス、スカパスカパパーダイス。大丈夫、大丈夫やろ、これ。ちょっと後味悪すぎるよ。失敗だね。大丈夫。いや、もう皆さんこれで完璧でしょう。はい、というわけでおい、どうですか、これで新作を考えればね。まあ、その4つもやったからな。緊張もしないし、この後の生放送、私のおかげで大成功だと思いますよ。あんたのおかげではないと思うよ。というわけで、あ、お心臓が痛くなってきた。スカパを成功させるための合体コーナーでした。イエーイ。さあ、ここからはどんなトークが飛び出すかわからない、はい、ぶっつけの本番の、トークコーナーに参ります。題して、はじろけの〇〇の話。イエーイ。はじめてロケットがあらゆるトークテーマに従ってフリートークを面白く、ここ重要ですよ、おもしろく、展開する。はい、ちょっと落ち着いて、ちょっと笑うとね、ちょっと弱いよ。はい、トークテーマはお題のボックスから引いていただきます。はい、それではまるまるの話、最初のお題を引いてみましょう。ハリマ、はい、引いちゃい。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ちょっと緊張するみたい。そうね。今さら何よ。何よ。本当よ。はい、どうぞ。行きまーす。で、花粉症についての話。ね、だって花粉症の人。はい、手あげよ。一斉の。はい。最近。あ、でもなんかね、あのママに花粉症は自覚したら絶対ダメだって何年も前から言われてるの。でもさすがにもう花粉症だなって思って今年自覚しました。ごめん、ちょっと待って、ちょっと待って、わかんない。でもそうだよ、今年不思議です。いや、私もうね、長年の付き合いもそうよ。私もよ。そう、生まれたばっかりだから。そうだ、もうやばいよね。私も長年の付き合いよ。何それ、なんかもう花粉症怖いの。花粉症モテちゃうの。ちょっとさ、じゃあ悩んでること言ってく。そうよ。私ね、じゃあまずいいよ。あの、別に普段の生活はいいんですよ。あの、ティッシュ突っ込んでマスクしてるので。それはやばいですね。それはちょっとなかなかね。本当にひどいんです、私。あの、目じゃなくて結構鼻に来るタイプなんですけど、辛いよね。まあ、普段はいいんですけど、まあ、ライブ中、やっぱ詰めれないじゃないですか。まあね、そう、下向いたら垂れますし、まあ、いちいちマイクにズルズルっととか入りますよね。本当に PA さんごめんなさいって言っちゃう。聞かれちゃう。ターンする時とか鼻水。あ、わかる。強敵らしいね。そうなんだ。去年よりも強いらしい。ね、そう、なんかハリマとかさ、マジでさ、めっちゃかわいそうなんだ、いつもなんか。そうなの。ハリマはちょっと一番ひどいかもしれない。重度だよね、結構。重度なんです。だから私、なんか丸ごと全部出したいんですよ。わかる？この気持ち。え、なんかよく言ってるまま、なんか鼻を、鼻取り外して水道で洗って。いや、私はもう、もうね、違うよ。うちは違う。私は、ハリマは鼻水を出したい。そうね。根元から引っこ抜きたいタイプなの。私は鼻がムズムズしちゃうの。くしゃみ病なの。だから虫が虫がいる。待って、一緒だ。鼻に一緒にいるの。住んでんの。私も住んでるわ。住んでるの。名前なんていうの。え、住んでる人の名前なんていうの。え、鼻虫。本当だよ。普通やな。アイドルですよ、皆さん。出るの。足もっと出るよ。その時。マジで。もっと出る。十回は出る。やばいやばい。嘘だ、絶対嘘だ。え、マジで。マジで。連続で。連続で。もう一個ミフペディア言っていい？あのさ、鼻詰まりするじゃん。鼻詰まった時に、詰まってる方と反対側の脇にペットボトル挟むの。あ、そう。絶対無理。そんなんじゃない。もうそんなんじゃない。両方にいるの。え、聞いて。待って待って。聞いて。え、じゃあハリ、え、じゃあ先にハリペディアやる。ハリペディアは。え、とりあえず鼻洗うの、オッケー。鼻からこうツッてやる。あれはなんかもうツッじゃあ、アメペリア、アメペリア、普通が一番いいんだって。なんて言ってこない。鼻をつまんで頭振るの。そしたらね、通る。えぇ、そうなの。
でわかるよ。え、それは風邪ひいた時にやってる。私普通に病院に頼むね。それが一番よ。一番やっぱね、みんな悩むもんだね、花粉症はね。これはさ、春あれもあれだからね、ほんと最近よくないのは、両方一緒に出すこと。ここ一個こうやって押さえて大丈夫ですか？大丈夫、愛のであなたはね。そんなに出ないと中止になるからね。みんな鼻水の話しかしない。経験しない。で、ちょっと、これ楽しいからもう一個ぐらい来たい。そうだね、楽しちゃう。花粉症がこんな盛り上がるとは思わない。そうね、やっぱ楽しみだからね。盛り上がるって大事だよね。はい、今だから言えるリリーメイの話。おお、今だから言えるか。もうさ、あれしか出てこない。何教えてよ。朝、はい、朝しか。じゃあちょっとソラ言ってやって。事件は起こったんです。起こったんです。ちょっと待って、難しい。集合時間あるじゃないですか、普通に。 その集合時間に必ず遅れてくる女2名前へ出てこい。はい、出てこい。これは自分から行くべきだよ。2名潔く行くべきだよ。確かに言われたことないから。そうね、名古屋、大阪、うん、はい、すごい、遠征をさせていただいたんですよ。遠征でホテルを泊まらせていただいたんですが、一泊だけじゃなくてね、何泊かさせてもらった。3泊ぐらい、2泊3泊ぐらいさせてるんで。え、待って、顔映ってるじゃない。集合時間1回も集合時間に来たことがありません、この2人。間に合ってないの。ふざけんなよ。ほんとに盛り上げだよ。ごめんなさい。でもね、あれだね。おはぁ、スタの時はね、私とね、かのんちゃんしかね、あれで30分の時いなかったんだよ。え、いました31分でした。いました。なんか遅れてきたと思って、私がみふーちゃんをお迎えに行ったんですね。隣の教室だったから、ほんと。なんかそれでなんかトン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 ってめっちゃ強く叩いてるのになんか起きないんです。なんかそれでなんか電話もかけたんですね。それやっと出て、あ、今準備してますみたいな、なんかすごい話してて、出てくるの待ってたんですよ、扉の前で。そしたら出てきたら髪の毛びっちゃびちゃ。みふーちゃん髪の毛長いのびっちゃびちゃして、すいませんとか言って出てきて、どうしたのみふーちゃんって言ったら、なんかなんだっけ、なんか何分前に起きて、なんだっけ、10分前だかに、30分前ぐらい、なんか起きて、絶対違う。ちょっと待ちだめ。20分で髪の毛洗った。髪の毛洗ってそのまんま出てきて、しかも寒いんですよまだ。なんかそんなのにびっちゃびちゃ出てきて、なんか、え、すいませんとか。でもこっちどうしたらいいのか分かんないんですよ。なんか待って、聞いて。しかもね、しかも違うのよ、この二人の共通するところ、すんげー自分がかわいそうな顔して出てくる。あとなんか反省するの。待って、だって、はい、今さっきのおはスタの件もそうですけど、本当に反省してないんですこの二人。ちゃんとした謝罪を聞いてないので今。待って、ちょっと本当に、じゃあちょっと今私が背後の前するね。で、遅刻しました。おめ、こんななんか私かわいそう。本当に私かわいそうみたいな顔してんのね。みゆちゃんは準備、あ、今やってます、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさいみたいな。お前らして誰が一番かわいそうと思ってんのよ。本当に私はね、もう怒ってるよ本当に。寝起きなんです、寝起きなんで。たまたま見たそうやって言い訳することが待ってたね。本当だよ。集合時間まだ寝てるんだよ、この人。そうだ、ありえない。ほんとにありえない。いや、もう、そう、でも、遅れたことに関して本当に、そう、しかも、わかった、二度と遅れないと。私から提案なんですけど、もうカメラに映らないで、私たちに向かって謝ってください。あっちから、あっちから謝って、ほんとに、ほんとに、この際、五人組アイドルるからね。ついでに花山さんも行け。5分後に起きて、集合時間のでも2分で出ました、すいません。だから4人組でいいんじゃないの。謝る前に言っていい、はい、みふちゃんね、最終日ね、帰る時に、鍵を出た鍵を新幹線でいきなりパスモを取り出そうと、え、待って、なんか違う、ちゃんと言って、落ち着いてできるよ。
あのカードキーカードキーだったんですよ。でそれをみゆちゃんが帰りの新幹線とか何か持ってて持っててお前持ってこないじゃん。しかもそれでその代わりにパスも忘れた持ってくるの逆やって思ってもう本当やばいなのもうねポンコツなのよ本当に。なんでパス持った部屋のカードキーを延期するんですかの女性でその代わりにスマホを置いて帰るんです。あなたも遅刻してるから言わないでさあということでねカメラにも映らない謝罪をねもうこの二人と同レベルなのが悔しい。あんたも同じだからだって常習犯じゃん。ダメです野菜類が関係ないから一回ごめんなさい、はい、お前に言われたくないわほら引き取ってほら、はい、いいよみんなで、はい、心を込めてあの言葉言いましょう。はい、はい、せーの本望ねえおいおい待って、じゃちょっと待って打ち合わせ、打ち合わせ、寝坊して本当に申し訳ございませんでした。オッケー、聞こえなんて。せーの、寝坊して本当に申し訳ございませんでした。でも次したら多分マジでね終わりだから。次したらあの眉毛剃ります。本当だったら。眉毛だね。みゆちゃんと一等資本いいよ。いや待って待って待って。あんた眉毛だね。眉毛確認したら、もう繋げちゃうもう繋げよう。やっぱ繋げる方がいいですね。そっちの方がいい。もっと最初。でもね、ハリマね、これ将来的にちょっと不安になっちゃうんで、ちょっと。でもハリマこれ美味しいと思ってるから。美味しいね。美味しい。いや、決してそのようなこと。持ってんのね。まあね、はい。もう一回、もう一回いく？楽しいな。はい、どうぞ。じゃあ、はい。じゃあ、引いちゃうよ。はい。いやね、ほんと何事もなかったように入ってくるからな、二人とも。あ、リリーベの思い出話そうまたかリリーベじゃあ、チャキの間宿泊のやつだけどでも、いろんな食べ物を食べましたね。そう、食べた大阪の2日目があの、万博はいあの、なんか、万博、なんだっけ万博キンサイクルキッチンっていう、あの、主催のテレビがあってそれのイベントだったんですけど、それの食べ物がすごいいっぱいあってそうねそれぞれそうねそれだ思い出した。ねえ、誰とも会ったのみんな。あ、そうなの。それぞれ1000円もらってこれで好きなもの買っていいよって言われてもらったんですよ。私ハリマと協力してね、あのハリマはクレープ食べて、私はソフトクリーム食べて。待って、ハリマさんの話。やばいね。残ったお金で二人で牛タン食べようねって言ったんですよ。で、私のソフトクリームが400円。あの人あの。で、牛タンが1000円ぐらいするから、あの人は、まあ、500円残せばいいのに、650円のクレープ買ったんですよ。最悪。あ、そういうの。協力的じゃない。だってさ、クレープだって500円ぐらいのあったよ。あった、メニューにあったよ、500円。なんか、プレミアム、なんかブラウニーがめっちゃ刺さったやつ買ってきて。いや、ちょっと、これはちょっと、これはもうさ、大丈夫ですか？また前に見ちゃって。美味しそうだったんですよね、一番。私全部ブラウニー食べてやろうかと思った。まあ結果、いやでも結果変えたんで大丈夫です。はい、もう本当に。でもあの、キミヤとミュウちゃんはそれぞれ自分たちで。そう。あ、そうそう。協力とかありだし。協力して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 違う、なんか胃袋が大きすぎて本当になんか足りないな、なんか半分にも満たないなみたいなこと言ってたらちょっともう1000円いただいちゃって待って、聞いてないよ違う違う待って、それで何食べたのあれハラミの違う、2種類に迷ってたんですよ、本当にローストビーフ丼とハラミ丼があって。許せんな、これは許せん、もう本当に許せん。ちょっとハラミ丼いっちゃおうかなみたいな。いや、これはね、最初に帰ってきた組の勝ちだから。うん、そうだよ。それでカリマさん、いろいろクレープとか食べた後にカレー食べてたから。カレー食べてたね。そう、でもローカレーどっから出てきたの。本当本当にうちらさ、きっちりね。でもうちらは3人で協力したんですよ。そう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 、3人で協力したんだよね。1人1000円だから3人合わせて3000円。で、いろんなもん食べたよね。デザートとか主食もうフルコースで行ったわけですよ。私たち一生懸命考えたら1位なのにさ、使ったからね、ちゃんと協力なんだよ、追加1000円でもこれはもう書いちゃうよ、もう。あとで請求しますから、領収書出してきます。はい、領収書出してきますから。まあね、ちょっとこんな思い出もありつつ、やっぱね、八郎家足の引っ張り大反省会ですね、これ。そうね、もうちょっといい話が出てくると思ったんだけど。素晴らしい。八郎家らしいっちゃらしいですけど。そうね。まあでもね、
あのたくさんあの3月の終わりにも滋賀だったりとか、うん、三重だったり行くから、はい、またね、あのまた揉めるもうね、今度は絶対追加せんやみたいな。そうですね、領収書切っときましょうね、本当に。次はどんなね、事件が起こるか楽しみですね。今眉毛太くなっちゃうね。いやー、ちょ大丈夫です、寝坊しないんで。私寝坊しない、私寝坊しないんで。なんかさ、マネージャーさんがさ、起きてほしくて電話かけてね、着信拒否してんの。してない、してない、してない、してない。違うんです、なんかなんないんです。私の携帯なんかおかしいんです。携帯のせいやばいです。はい、じゃあね、そろそろお時間なので、ちょっとこんなこの辺で締めたいと思います。以上、八六家の丸丸の話でした。まあ、いろいろ楽しかったですね。ちょっと1個言ってもいい？寝坊の話した直後にみゆちゃん泣き始めたから。なんでなんで、泣き始めた、どうしたって思ったよ。いや、なんかね、寝坊しないように見えと、シガは頑張ります。しっかりしなさい。しっかりしなさい。自分が笑いすぎちゃったのか。笑いすぎちゃって泣いてたかと思って、どうしたの。え、違うよ。ちょっとそうやってまた可愛いアピールしないでください。私も涙出てきた。寝坊の話したらちょっとまた出てきちゃったな。はい、じゃあ最後はやっぱりこの方のコーナー、締めの炭水化物は欠かせません。しょうちゃんお願いします。今週も始まりました、花山動画日記じゃなくて花山炭水化物占い、イエーイ。というわけで、このコーナーはですね、私が明日食べたい炭水化物の順番で、あの、うん、運勢が良くなるっていうコーナーでございます。よろしいね。そして今から私が炭水化物を3つあげます。いいですか。はい。じゃーん、じゃららん、じゃん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 。今回はなんかすっごいね、統一性のないんですけど、1、え、A、あんかけチャーハン。おー、うまいな。 B、 ふわっふわのパンケーキ。いやー、いいですね。 C、 明太そうめん。あー、えー、待って、決まった。私も決まった。質問質問、あんかけチャーハンって、あんかけ五目チャーハン。うん、ノーマルあんかけチャーハン。カニだったら食べてる。ふわしめるんだ。カニもね、カニの、今日はね、カニじゃなかったね、私は。うん、出てきたのは。じゃあ、みんな A の方いらっしゃいます？あんかけチャーハン。あんかけチャーハン。ちょっとおー、きみちゃん。オッケー。ふわふわの B のふわふわのパンケーキ。はーい。やっぱ女子だから、かわいくふわふわいこうかなって。オッケーです。はーい。 C の明太そうめんの方。はーい。やばい、早く一緒だ。いいですね。え、待って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 。変更？明太そうめんって明太クリームそうめんですか？うん、明太クリーム。待って待って待って。さっきからお前なんだ。いろいろ色々だから。もうさ、重要じゃん。流しそうめんを入れる。重要。え、違うよ、クリームだよ、クリーム。私が想像してるのはクリーム。クリームは結構食品に関してすごいから。え、キミのは偏ってる。え、クリーム？クリーム、クリーム、クリーム。え、じゃあちょっとちょっと、はいはいはい、明太クリームで。細かいな。あ、違う、生の明太子にそうめんがドーンじゃない。あ、いや、あれ、美味しい。あの、トローンとしてる方を想像してた。ごめん。みゆちゃんどれにする？みゆちゃんどうする？みゆちゃんね、切った？あの、パンケーキが好き、すごい。あ、そうなの。女子どちら？やっぱね、女子は甘いもの好きよね。じゃあ、今週の A が誰もいないって。そう、 A いないんだね。好きだよ、でも。じゃあ、いきますよ、今週も発表します。じゃーん。じゃあ、2位を発表します。じゃーらん、明太そうめん。おー、あー、無難ですね。うわ、ハリマとしてか、まあいいや。はい、よかった。やって、チビーズ。いいね、じゃあ、じゃあ、はい、今週の1位を発表したいと。うわー、違う、1位を発表したいと思います。じゃららーん、じゃん。はい、あんかけチャーハン、誰もいない。誰もいない、悲しいんだけど。なんでみんな私と合わせてくんないの。気が合わない。気が合わない。もうね、私は小さ、女子だから私たち。え、でもやっぱ人間って炭水化物じゃん。人間たちがじゃない。何、人間って炭水化物だ。違う、人間はやっぱ米を求めるじゃないですか。うん、ね、だからあんかけチャーハン一緒じゃないですか。お腹が入ってれば選んでて。細かいな、君のさ、ね、これさ、私のコーナーだから、ちょっと黙って。そうね、ちょっとおかしいから。いきます、じゃあ、53位のふわふわのパンケーキを選んだあなたたち、どうする。今から東の方に向かってちょっと叫んでみる。そう、めっちゃいいよ。やばい。じゃあ東どっちですか、しょうちゃん。うん、多分こっち。本当？え、待って、左東西南北でしょ。東、右、右だ、こっち。え、違うの？東が右とかそんな、いや、関係ないから。違う、太陽がある方が。ちょっと待って、そう、東から登って西、左、西でしょ。で、東、右って私覚えたら小学校の。違う、向いてる方向で
違う。いや、それはあれ違うの。こういうやつでしょ、こういうやつでしょ、こういうやつでしょ。そう、そう。いや、これリリアさんって、もう私によって違う。私がバレるから、カメラの前に行っちゃった。そうね、カメラの前に行っちゃった。いいよ、パンケーキとも。どうぞ。じゃあ何叫ぶ。パンケーキ女子だから。パンケーキ女子だから。じゃあ何叫ぶ。女子っぽい一言。わかった。いいね、ってくる。じゃあこの3人でパンケーキ食べに行こうね。はい、食べに行こうね。女子でごめんね。ごめんね。ごめんね。ちょっとムカつく。明日多分きっと小指打つ、この人。以上、花山翔の男性化物占いでした。イエーイ。さあ、早いもので、もうすぐね、お別れの時間となりますので、はい、毎年恒例の MC 当番と告知当番を決めたい。毎年って言う。毎年恒例。年一が年一が毎週だからね。毎週ね。毎週違うから、はい、申し訳。申し訳。さあ恒例の MC 当番と告知当番を決めたいと思います。はい、じゃあ番号は、君のマイカさん、じゃあですね。どうしようかな。番号、何番にする。3番と3番が MC ね。3番が MC で、はい、5番が告知。 OK、 はい、します。どうぞ、見てください。わし今回真面目に MC やったからさ、ちょっと違うよね。振りですか。振りだね。振りだ。せーの。3。あ、違った。おお、なんだっけ。3番が MC。 久々、私告知。おお、いつまでたっても告知の女だな。さあな、なかなか MC が座らないな。座らないな。前に出るな。見てろよ、見てろ、盛り合うわ。見てろよ。いいの、いいの、いいの。そんなもう次遅刻したらマジで本当に本当によ、本当に許せない。本当、私がハリマの MC 位置取っちゃうよ、マジで。サイズ全部言っちゃうからな、本当に。それ見てみたいな。サイズの最終のサイズの自分で来てください。自分で来てください。さあ、ハリマちゃんね、来週の MC 当番は私とみゆちゃん、初めてかも。そうだね、交代してるって初めてだね。じゃあみゆちゃん、告知当番はハリマレイナ、よろしくお願いします。あ、そしてなんと来週の88ゾーンは木曜日の配信ということにね、なります。豪華プレゼント付き合って、豪華プレゼント付き、すごいスペシャルってこと。そう、木曜日の88ドンはちょっと新鮮ですね。スペシャルということなので、皆さんぜひ詳細が出たら随時お知らせしますので、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ナムナムナム。それでは最後にね、じゃあ今週はここまで。はい、今週も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。そしてこの後はなんとスカパー音楽祭2018です。皆さんぜひご覧ください。3位、私たちも頑張ります。はい、じゃあのんちゃん最後に締めてください。はい、じゃあみんなで行きましょう。はちみつロケットの8時まで8ロケット、スカパー音楽祭、行ってきます。行ってきます。頑張ります。行ってきます。寝坊しません。頑張って可愛く映ってきます。行ってきます。なんだ、戻ってきた。